終わったわね。うん。ところでダーリン、どっちにするの？どっちもこっちもって、それそっちかな。真面目に考えんかい！それじゃあ向こうで待ってるから、はっきりしてね。そんな、どっちにするったって俺にだって選ぶ権利はあるわけだし。なんだよ、ちゃんと選ぶ権利ならあるじゃねえか。バッ、俺が言ってるのはそういう意味でなくて。では、久しぶりに羽を伸ばすとしましょう。おい、ちょっと待ってくれよ。ダメですよ、兄さん。清らかな乙女が二人も揃って待ってるんですから。おい、二人とも、おい、ちぇ、白状もんが。でも、マジでどうするかな。行くといい方。